よろしくお願いします。前にあの未来忍者って僕のデビュー作がありまして、でそれを見て何か映画を作りませんかってお話をまずいただいたのが一番最初だったんですよね。最初に思いついたのは宇宙人の作ったテレビゲームと戦う少年の話だったんですよ。テレビゲームの中に少年が紛れ込んで、それでその一晩かけてクリアするっていうのかな。だからそのゲームはゲームオーバーだと死んでしまうみたいな感じの、でそのゲームに出てくるモンスターっていうのがゼーラになったんですよ。姿をどんどん変えてってみたいな感じで、で出演者も男の子一人っていうすごく狭い話だったんですけども、まあ企画を進めていく中でもうちょっとまあ女っ気っていうか色気みたいな感じで、そういう花が持てないだろうかっていうのがあって、それでそのゲームを回収しに来る宇宙人を出そうということで、でそれで女の宇宙人が最後ラストに地球人がこのゲームやるにはまだ早すぎるっていう、オチだったんですけども、それでイリアっていうキャラクターを考えて、設定を考えていくうちに、なんか最後に出てきてっていうのはつまんないなっていうのがあって、だったらちゃんとその宇宙人とイリアと戦った方が面白いなっていうふうに思い出して、そうすると今度ゲームっていうのがどうも設定が合わなくなってきちゃうんですよね。やっぱり命を懸けて戦う話にしたいんで、そしたらジェイラムっていうのはその悪いやつで地球に逃げてきたりしようと、でゲームっていうのはゾーンっていう街が閉鎖されちゃうっていう、あそこだけが残ったんですけど、そうこうしてるうちに、まあ、気がついたら主人公がイリアになってたと、いう経緯ですね。とまずそうですね、アニメーションのできたきっかけっていうのはまあ、バンダーベジャルさんの方から何かメディアミックスはしたいというお話はいただいていたんですけども、具体的にアニメってことは当初なくて、ジェラムのジェラム2の打ち合わせをしている時にジェラムの設定を僕が話すんですよ、みんなスタッフに。でイリアっていうのはもともとこういう子 でお兄さんがいて、でボブっていうのはもともと人間だったんだと、でイリア のお兄さんの友達でみたいな話、イリアが見習いの頃の話をしたりとかして、さあそれは面白いから それはそれでなんか形にしたいということになって、だからゼラム2やってまた実写やるって大変なんで、じゃあアニメーションということでなんかこうゼラム2もしくはゼラムの前の話、まだイリアが一人前になる前のその話っていうのをやったら面白いかなっていうとこがまずきっかけだったんですよね。で注意した点っていうのはまずその、世界観というか地続きであることはどっか意識するっていうことと、でもう一つはとはいえアニメーションっていうのと実写だとやっぱり表現方法が全然違うんで、できればその実写でやれないことで、実写でやれないことでアニメーションでやった方がより世界観が分かる物語にしましょうっていう。そこを一番こう気をつけて制作しました。まずストーリーっていうのは大体その見習いの時のイリアのエピソードってことで割とすんなり決まったんですよ。ただそのじゃあ町っていうシナリオに町って書いてある時にじゃあどんな町なんだっていうのはスタッフが全然わからない状況なんですよね。それで大まかなそのイメージっていうところで美術のスケッチとかあと小道具とか出てくるキャラクターを僕がその絵で描いて、大体こんな感じのイメージなんですっていうのを描いて、であとはその何回か実際
アニメーションするスタッフ、監督だけじゃなくて本当に、まあ、20人ぐらいのスタッフと打ち合わせをして、うち、まあ、前の会社で広かったんで、みんな呼んで、大体こう口喋ったっていうかな、僕が好き勝手話したっていう。で、覚えてるのはその打ち合わせの時に必ず、今日はコーヒー出てますけど、これは和風のアニメだってことで、まあなぜかお茶と和菓子出すのというので、必ず打ち合わせの時はお茶と和菓子にしてくれというふうに言って、打ち合わせした記憶がすごいありますね。あんまり意味ないんですけどね。そうですね、最初に僕がバッと言った後に、おのおのその背景の人とか、あと実際動画やる人とか、具体的な質問はこういくつかありましたけどね。割と、アジア全般からこうイメージを、取ってくることが多いんですけども、アニメーションは割と僕の記憶だと、ベトナムって言ってましたね。ベトナムのその、なんだろう、こう川に何か置いてあったりとか、あと道先で置いてあったりとか、傘をかぶってるような感じのもの、まあ露骨にそのまんまって感じじゃないですけども、どちらかというと日本というよりはベトナムとかの方のあっちの方のアジアかなというイメージなんですよね、大陸っていうか。だから映画の方はどっちかというと、香港とかそっちの方を中国の方を意識してたんですけども、それをもろ出すんじゃなくて、そこからあるこうイメージで、なんだろう、この装飾品とかっていう感じで、それとちょっと分けたいなっていうのがありましたんで。まあ、いわゆるハリウッド映画に出てくる強い怪物っていうのは、意外と僕好きで、エイリアンであるとか、ターミネーターであるとか、プレーターっていうのは好きなんですけども、ターミネーターは若干、最後骸骨になったりとかいうふうに変容は遂げていくんですけど、どうもそのこうどんどん形を変えてもその死なないっていうのをやりたかったんですよね。だから強いんだけども、その強いだけじゃなくて、しつこいっていう怪物、モンスターっていうのをこうやりたかったなっていう、多分それがゼラムかなと思うんですよね。でイメージとしてはどっちかっていうと、時代劇、子供の時見た時代劇のそのまたたびものっていうのかな、サンドガサで、マントみたいに羽織って、はい、で日本と刺してみたいな、でスタスタこう夜道を歩いていくみたいな感じのものがちょっとこうずっと引っかかってて、で、そこら辺からこう絵をこう描いてって固めてったって感じなんですけどもね。実写のゼラム2のイリアは森山良子さんと女優が演じてくれたんですけども、彼女自体は素はどっちかとすごく子供っぽい人なんですよ。で撮影の時はかなり強くたくましくやってお願いしたんですけども、撮影外の時にはほとんどその子供っぽい感じで、可愛げあるっていうのかな、そういう可愛い部分っていうのはすごく残ってるんですよね。可愛いイリアもいいなとかっていうのがあって、でたまたまアニメーションが強くなるまでのイリアの話っていうのがあったんで、そんだったら女性というよりはあくまでも少女ということで表現してくださいっていうふうに監督にお願いした記憶があります。こう実はですね、このタイトルは僕がつけたんじゃなくて、監督の網野哲郎さんがつけたんですよ、全部。それで僕も同じこと聞いたんですよ、網野さんこれどういう意味ですかって。そしたら網野さんはいや、網野さんのこう横に書いてあるスケッチの文字とかなんか映画とかが
あのインスピレーションを得て、でっち上げて作った言葉ですと、僕には意味が分かってるっていうふうに言ってたんで、まあ大体一つ一つ夢聞いて、もう昔のことなんで忘れちゃったんですけど、そのゼーラムっていう作品を彼が監督を決まった時にこうひらめいて思いついた、もうこれじゃないとこのタイトルつけられないっていう、他の作品じゃこういうことできないなっていうところで彼が命名したタイトルだという、普通、まあ、そのっておかしいけど、通常の日本のアニメーションのその漫画原作ものとやっぱちょっと匂いが違うっていうのが、多分タイトルもあるんじゃないかな、まあ、当然中身もね、絵が変なんでそういうふうに思うんですけども、やっぱタイトルっていうのが最初カーンときた時に、そういう意味では引き込ませる力があったんじゃないかと、思ってますね。もともとその映画その映画青年とかいうわけではなかったんですけど、まあ、子供の頃からいわゆる怪獣映画であるとか、あとウルトラマンであるとかいうのを見てずっと育ってきたんで、僕もいつか大人だったらああいうこう、怪獣とかですね、ヒーローが出るその映像を撮ってみたいなっていうのはずっと頭にいました。だからそれがたまたま映画っていうのが一番その作りやすかったっていうので、それでまあ映像の世界にこう入ってったっていう、感じなんですけども、まあ、これはもう何回も言ってるんですけど、僕はもうスター・ウォーズなんですよね。当然ゴジラとかウルトラマン世代でもあるんですけども、仕事をその将来仕事を何にするかっていう時期に見た作品がスター・ウォーズだったんですよ。でそれを見て映画がインパクトがあった、映画が面白かったっていうのは当然あるんですけど、そのこういう映画を作る仕事もあるんだっていうところで、なんだろう、仕事としてにこう実感して見たっていうのがやっぱりスターズだったんですよね。そのデザインする人、特撮をする人、合成をする人、あとディレクションする人、だから全てのパートがああいう異世界、もしくはクリーチャーとかアクションとかっていうためのクリエイティブな仕事に携わってるっていうのはすごくワクワクして、だから監督になりたいっていう思いよりは、ああいう映画を作るどっかのパートの仕事に就きたいなっていうところで初めて思ったのがスター・ウォーズなんですよね。イリアっていうシリーズはですね、ゼーラム2とその同じシリーズでありながら、またそのアニメーションというところでかなり独立した世界観と、あとその、アクションというところでは非常にこう僕自身も、大好きな作品です。で続けてみるとまたこう、思いが制作者の思いとかがちゃんと伝わってくると思うんで、ぜひ続けてみてくださいというのと、まあ、ゼーラムのシリーズというのはいくつかまたやりませんかっていうお声もいただいているんで、条件とかですねもろもらえばまた、アニメになるのか実写になるのか分かりませんけども、僕が元気なうちな形にしたいなと思ってますんで、それがまたできたら、楽しみに見てくださいということですね。はい。